今病院だからちょっと慣れないかな、ちょっと慣れてもらって。どう、おいしい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 、どう、いや、そんな嫌じゃない。で、こういったペーストをつける、もしくは缶詰のお汁とかでもいいです。あ、はい、で、こういうのでこうやってこんな感じで指で歯を触っていきます。で、これで磨けてるわけじゃないんですけど、その口の中に指を入れるっていうことに対して抵抗をなくすことが大事なんですね。なので、少しこう、先ほど、あ、美味しかった、美味しかった、好きな、好きだった、それ好きだった、あ、自分で舐めてくれますね、美味しい。そうするとご褒美としても使えるんですね。あ、そうなんですか。その口を触られるといいことがある、美味しい味がするって思わせるのが大事なんです。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日はワンちゃんを歯磨き好きにする方法、なかなかうまくいかない歯のケアについて専門の高橋先生に教えてもらうよ。小太郎ちゃん、うまくできるかな。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。やってきたのは松山北条動物クリニック。定期的に県外からお口の中のケアの専門の獣医さんを招いて診察やオペを行っています。口腔ケアのスペシャリスト、高橋香織先生。はい、おはようございます。小太郎ちゃん、今日見させていただきますね。はい、小太郎ちゃん、歯磨きがなかなか難しいということですかね。この間綺麗していただいたんですけど、はい、どうしてもや、なかなか嫌がっちゃいます。嫌がりますね。嫌がります。はい、嫌がります。思っただけで、こう、そうですね、なんか気配を察知したら、はい、なんかもう嫌だ、そうですね、逃げていく、ね、はいはい、ですか。歯磨きの時って、最初口を触らせてくれるところからっていうことでされてますか。はいはい、そうですね、はい、まあ、口の膜って触らせてはくれるんですけど、はい、歯ブラシを出すと嫌がっちゃう。嫌みたいですね。そうですよね、はい、クレートに隠れていっちゃいますね。本当ですか。分かります。そうなるとね、こう飼い主さんもね、うん、なかなかそこから引きずり出してってはできないですもんね。そうなんですよ。じゃあ今日はいいかってなっちゃいますよね。そう、タイミング見てなんかと思ってたら、はい、寝てしまったりとか。そうですよね、はい、分かりました。お口を触らせてはくれるんですね。でも、はい、分かりました。ちょっとじゃあお口ちょっと見ていきますね。なるほどさん、うん、頑張ったもんね。あ、本当だ本当だ。こういう摂取といって前歯と前歯の間にこういうこう野菜かな、海苔かな、こういうのがついてるんですね。多分自分の毛ですかね。ああ、なるほど、はい、じゃあちょっとついていて、で、抜いたところは綺麗に治ってますね、はいはい、特にその抜いた後は出血などもなかったということですね。はい、確かに少し歯茎の炎症、歯肉炎といって、ここちょっと赤くなってきてますよね。うんうん、はい、あ、本当だ。ここも縁がちょっと赤くなってますよね。ごめんごめん。ごめんね。いかんかったね。で、この奥にも歯石がちょっとつき始めてきてるんですね。はい、で、こっちもですね、ごめんね、奥見ます。
そうですね、ここ歯石がここポコッとついてますね。ここも歯石です。歯石はちょっとつきやすいのかもですね、はい、今7月からだから早いですよね。そうですね、5ヶ月ぐらいですもんね、うん、早いかもです。そうすると歯石がつくと表面がザラザラになって、またそこに歯垢がついて、でそれが歯石になってっていう悪循環でどんどんこう相乗に積み重なっていくんですね。でそうすると歯垢石がつくと今みたいに歯肉炎といって歯茎の赤みが起こってしまって、でまだ歯茎は溶けてはないんです、うん、それが歯肉炎を超えて、まあ、さらに炎症がひどくなると歯周病という歯周炎といってですね、骨が溶けてしまって歯茎が下がって、でさらに匂いが出てきてっていう風にこう悪循環になっていくんですね、うん、なので今の状態だと歯磨きがある程度できればこの状態で維持ができます、うん、なんですけどここからさらに進むと不可逆的といいますか、もう一回骨が溶けてしまうとそこが戻ってくることはないんですね、うん、なので多分歯垢石はつきやすいんだとは思うんですね、うん、でただまあちょっと歯磨きもちょっと嫌がってしまうということなので、うん、その歯磨きの仕方をですね、まあ歯ブラシはもう多分嫌な思いが今あると思うんですねなので指からもう一回始めていきましょうか。はい、はいはい、ただいま、お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫はこのこちらが外側に歯垢石が結構ついてました。で、あとは前歯のところは歯と歯の隙間にこう食べかすだったりとかそういうのが詰まりやすいんですね。で、なのでここに関しては歯ブラシ、これちょっとまあ全体に歯毛がついているものなんですけど、普通のものでも大丈夫です。あとタフト型っていって先がこう少し細くなっているもの、はい、隙間を磨くような歯ブラシでも大丈夫です。でそういったものを軽くこう当てていただいて、こういう隙間はですね取っていただいてもいいかなと思います。でただ奥の方に入れるのがちょっと難しかったりっていうようであれば、ここはですね最初手でいきましょうか。もう直の指が一番受け入れやすいので、はい、指から始めてみましょうか、はいはい、でその時に指だけ入れると嫌がってしまうことがあるので、こういう美味しいペーストですね、はい、を使っていただくような形にしてみましょう。でこれチキンフレーバーなんですね。で歯磨きペーストなんですけども、人みたいにぐちぐちペって出さなくて大丈夫なものです。舐めてしまっても大丈夫なものです。ワンちゃんのペーストってだいたい舐めても大丈夫なものになっています。なので特に口をゆすいだりする必要はないんですね。でこういう美味しい歯垢性の高いものを使っていただいて、太郎ちゃんごめんね、よいしょ、はい、少しペーストに、今病院だからちょっと慣れないかな、ちょっと慣れてもらって、どう？おいしい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 ？どう？お？いや、そんな嫌じゃない。で、こういったペーストをつける、もしくは缶詰のお汁とかでもいいです。はい、で、こういうのでこうやってこんな感じで指で歯を触っていきます。でこれで磨けてるわけじゃないんですけど、その口の中に指を入れるっていうことに対して抵抗をなくすことが大事なんですね。なので、少しこう先ほど、あ、美味しかった、美味しかった好きな好きだった、それ好きだった、あ、自分で舐めてくれますね美味しいそうするとご褒美としても使えるんですね。あ、そうなんですか。その口を触られるといいことがある、美味しい味がするって思わせるのが大事なんです。今は多分歯ブラシを入れられて嫌だっていう思いがあると思うんですけど、そこを覆さないといけないんですね。なのでこうやってペーストをつけて、で、まあ、最初はこうやって美味しいよって舐めさせてあげる。でそうするとこう、まあ、美味しいからこうご褒美だったりとかおやつだと認識してくれるといいんですね。でこれで、まあ、これが、まあ、
味がいくつかあるので、まあ、メーカーもありますし、なので好きなもので大丈夫です。で、好みのものを使っていただくと。で、そこで、まあ、今度は口の中にこういう美味しいものが指につけられて入ってくると。で、この奥のところですね、こうやってゴシゴシゴシっとこう触ってもらうと。で、この口の中に指を入れることに対しての抵抗をなくすっていうのがまず最初です。で、なので、まあ、これで慣れてきたら次はガーゼを巻いたりして、あとはタオルとかでもいいんですけども、でそれを濡らしてもらう、もしくはこういうペーストをつけて、また同じように指状の指じゃないものが入ってくるっていうところに慣れさせてあげます。で、指じゃないものに慣れさせてあげて、でそこで慣れてきたら今度は歯ブラシにこういうペーストをつけてまず舐めさせてあげる。舐めますね。舐めてますね。お利口だね。お利口だね。美味しかった。美味しい。うん、美味しかった。美味しいよってお母さんに。あ、これもついてる。マイクもちょっと気になる。でそこで初めて、まあ、歯ブラシにこう嫌な思いっていうのをなくしていって、で嫌な思いがなくなっていったら今度口に入れていくっていう形にするんですね。なので最初から歯ブラシってなると大体皆さん嫌がっちゃうんです。ワンちゃんはですね、はい、口の中に入れられてゴシゴシされるっていうふうに思っちゃって、これを出すと逃げていくっていう方が多いんですね。なのでご褒美を必ずあげる。でそれがペーストであればペーストでもいいですし、あとは別にガムを持っておいてですね、でそれをちっちゃく切っておいて1本あげると、まあ、毎日のことなのでちょっとこうカロリーが過多になってしまったりするようであれば、まあ、ちっちゃく切っておいて、ガムとしてのその噛む働きっていうのはあまりないんですけども、ご褒美としてあげるっていう形で、で、まあ、口を触らせてくれたらそういうご褒美をあげて、その都度ご褒美をあげるんですね。そうすると口触られるといいことがある、これとご褒美はセットで出てくるっていう風に思わせてあげるのが大事です。で、そうすると嫌な思いっていうのがなくなってくるので、喜んでこう寄ってきてくれたりとかするようになるんですね。なので、今はその歯ブラシを嫌がるっていうところになってしまっているので、そこをもう少しじゃあ段階を戻してですね、その口をペーストをつけて触るっていうところから始めていただいてもいいかもしれないです。わかりました。はい、松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるフェローグループ。口を閉じているけれども、こう口を閉じたままでほっぺたを少し引っ張って、でこうやってこう口の中に指を入れていくと、口を開けようとするとすごく嫌がるんですけど、閉じた状態で指を入れることぐらいでしたら、まあ、ワンちゃんを受け入れられることが多いんですね。でなのでその、まあ、なるべく嫌な思いをさせない。で嫌がりそうだったらもうその日はそこでストップです。で、次の日にまたご褒美を使って始めていただく。で、まあ、そこでストップしたらその後よく褒めてあげて、頑張ったねって褒めてあげて、よく分かってますので、褒められてるとかですね、お母さんが嬉しそうにしてるとか、すごくワンちゃんってお利口なのでよく見てるんですね。なので、まあ、こうすると褒められるんだなとか、こういいことがあるなっていうふうに思わせてあげることが大事です。必ずガーゼは濡らしてあげてください、はい、で普通の水道水で大丈夫なの で、こういうふうに指状にこう巻いていきます。市販の歯磨きシートとかでも大丈夫です、はいはい、でこういう感じで乾いた状態で当てるとですね、痛かったりとかするので、はい、なるべく濡らしてあげる。でその時にガーゼでいいんですね。はい、ガーゼでも大丈夫です。
で、ガーゼだと刺繍ポケットまでは磨けないんですけども、表面を擦る能力っていうのは指よりもですね、少し上がります。で、またこういうペーストをつけていただいて、で、口の中に入れていきます。どう？これペーストだよ。嫌なの？嫌だ。どう？嫌だ？これ美味しいやつ。で、まあ、指なので、カニさんの指だったらですね、少し受け入れやすい。で、指だけど指じゃないものが入ってくるっていうところにまた慣れさせていくんですね。そうだね、美味しいね。で、こんな感じで奥に入れて、コシ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 と。ワオリコーダー。えらいね。で、少しこう黄色くなったりするんですね。で、黄色くなって取れてるのは歯垢なんです。で、歯石はなかなか擦るだけだと取れないんですけれども、こうやってその歯石の上についた歯垢を取っていくっていうのが大事で、厳密なこと言うと歯石だけだと歯周病って進まないんですね。歯石の上に歯垢がついて、その歯垢が悪さをするんです。なので歯石がついていても歯垢が毎日のケアで取れていればそこから進まないんですね。なので今はそれが、まあ、維持できるかもしれない状況なんです。まだなのでちょっとずつでもその歯垢を蓄積させないということが大事です。で、今見るとですね、この第四前臼歯と呼ばれるこの奥の大きな表面積の大きなところについてました。で、ここってくぼみがあるんですね。そうするとこのくぼみのところに歯垢石がつきやすかったりとか、あと歯と歯茎の間、ここですね、この縁のところ、そこから歯周病が進むんですけど、そこについてました。なのでここをこう磨きたいですね。で、あとは犬歯のところも少し炎症がありましたよね、赤くなってました。そこもなのでちょっとこうこすってあげる。で、前歯はここの隙間に食べかすが詰まりやすそうだったので、まあ、ガーゼですとこういうふうに下にこうこすってあげる。で、隙間なのでガーゼが届かないっていうのであれば歯ブラシとかですね、少しこう形状のもので取ってあげる方がいいかなとは思います。で、今見てるとですね、まあ、少し興味はありましたよね、やっぱりこう、そうですね、このペーストに対してですね、ちょっと入れられるのは嫌だけど、入れられると美味しいから舐めちゃうような感じですよね。舐めてくれるね。で、こんな感じで、よいしょ。で、こう入れていって、こういう感じで。上手だ、上手だ。おー、そう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 。こんな感じでですね。で、まあ、今十分頑張ったので、もう今日はここまででっていう形で大丈夫なんです。そこから歯磨きまで歯ブラシまで一生懸命一日で頑張らなくて大丈夫なんですね。もうこの慣らす期間っていうのが大事で、今嫌と思ってることをいいことだっていうふうに変えないといけないので、そこに時間をかけていただくっていうことが大事かなと思います。で、それでガーゼをちょっと嫌がってしまうようだったら、またそこから指に戻していただいていいです。なかなかその先に進めないな、むしろ今の段階だとちょっと嫌がってしまうなっていうことであれば、少しまた元に戻る、指だけペーストだけを舐めさせるとか、ご褒美だけあげるとか、口の周りを触るっていうところに戻ってもらう。で、触らせてくれたらご褒美をあげてっていう風にして、まあ、ちょっとずつでいいんですね。で、最終的には歯ブラシに進みたいんですけれども、そこを急いでですね、その後口を触らせてくれなくなってしまったら、もうその後続かなくなってしまうんですね。なのでもちろん理想は歯ブラシで磨くことなんですけれども、それよりも長く継続することっていうことの方が大事です。はい。なので、まあ、ちょっとずつでいいのでステップアップしていくと、ゆっくりで大丈夫です。で、その時にそのコタローちゃんの意思が、まあ、嫌だっていう思いになってしまうとですね、なかなか続かないので、一緒に遊びながら、ああいいこと、口を触られるといいことだっていうふうに、嫌じゃないっていうふうに思わせてあげるのが大事かなと思います。今の口の状態だと痛みは伴ってないんですね。なのでこれ痛みを伴い始めてしまうとですね、もう口を触るの難しくなってきます。なので今はどちらかというと、なんかこうガシガシされるのが嫌だとか、こう口の中にこう物が入ってくるのが嫌だっていう思いで嫌がってるんですね。だからそこは覆すことができるところなんです。痛いっていうのはなかなかもう本人のお口の状況なので、そこは覆すことができないんですけど、今多分痛みはないので、その嫌だっていう思いを拭い去ってあげる。で、ご褒美をあげながら、あ、口触れると嬉しい、いいことがあるっていうふうに思わせてあげるのが大事かなと思います。先
私あの、はい、歯の内側は、はいはい、特に気にしなくていいんですか、歯の内側はもちろん本当はできた方がいいんですけど、うん、最初からってなると結構口を開けないといけなくって、うんはいはい、そのまあ、レベルとしてはちょっと高いんですね、うん、ハードルが高いなので、口を、まあ、抵抗なく触らせてくれるようになったら、うん、内側も始めていくっていう形でもいいかもしれません、うん、最初は外側だけでも大丈夫です。猫ワン、寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。あの小太郎ちゃんのお口見てるとですね、あの外側にやっぱりつい冷やすいみたいなんですね、うん、なのであのどうしてもこう唇がかぶってきてしまうっていうのもあって、で内側はこうベロが動いてるんですね、うん、こう擦れてることが多いんですけども、あの外側はですねここに食べかすが詰まってしまうと外側からこう唇がかぶってきてそこにとどまった状態になっちゃうんですね。でそこをかき出してあげるっていうことが大事です。でまたこの奥がですね、この第四前臼歯から奥に内側にこうすぼまってるんですね。ここもたまりやすいです。なので指で触ってるとこの歯列といって歯がどういうふうに生えてるかっていうのがよく分かってくるようになるんですね。あ、ここが一番大きな歯だな、でももう2つ後ろにあるなと、そこはちょっとすぼまってるなって、そこまで指が入れられるようだったら指を入れてください。でそしてこう歯の並びが分かってくると歯磨き、歯ブラシに持ち替えた時に、ここはあ奥まってすぼんでいるからこうした方がいいなっていうのがなんとなく感覚で分かるんですね。その見てなくてもですね、はいはい、なのでその歯の並び方、どこまで歯があるかっていうのをある程度把握してあげるということも大事です。頑張ろうね美味しかった、美味しかったね。美味しいものもらえたら頑張れそうやね。ねですよね、ですよね。なのでそういったご褒美をうまく使いつつですね、はい、頑張っていただいて、はい、でお母さんも、まあ、あんまりストレスにならない程度に楽しみながら、そうですね、はい、していただき、気合い入れないような感じですね。気合が伝わっちゃいますので、はい、でお父さんももしあの一緒にできるようであればあのしていただくとですね、あなんか歯石最近ついてきてるなっていうのが分かるとちょっと頑張らないといけないかなとか、あと一人でやるってなかなか難しいんですよね。でもお父さんがあの補助していただいたりとかしていただくとだいぶやりやすくなるかなと思いますので、はい、ちょっと頑張ってみてください。はい、もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。ところで、はい、猫はどうしたらいいんでしょうか。そうですね、猫はやっぱりなかなかケアが難しかったりするんですよね。で、もともと口を触らせてくれないとかですね、なんですけれどもやっぱり、まあ、ワンちゃんと一緒でですね、少しずつ指で触っていくところから始めていただくと、はい、はい、でその時にペーストをつけて少しこう擦ったりとか。あ、そうそう、犬用のペーストでいいんですか。はい、ワンちゃん猫ちゃんあの大体共用で使う
ことが多いので、はい、まあ、じゃあ猫ちゃん使えます。で、ペーストをですね、まあ、つけてもらって、で、まあ、やっぱりこすっていく、徐々に、はい、そうですね。で、まあ、まず犬歯があの前の方にあるので、あの触りやすいかなと思うんですけども。猫なのに犬歯って言うんですね。そうなんですね。猫歯じゃないですね。猫歯じゃない、そうです、犬歯、はい、本当ですね、うん、あの初めて気づきました。そうですね、犬歯のところから、はい、こすってもらって、はい、で徐々に奥にこう手を滑り込ませていただくと。うわ、難しい。はい、そうなんです。だから猫ちゃんの方が口もちっちゃいですし、うん、歯ブラシを入れるということがなかなか難しいかもしれないです。なので、ただまあ、あの子猫の頃から遊びながら鳴らしていただくといいかもしれません。でワンちゃんみたいにその歯ブラシをその噛んでしまってこう折ってしまうとかはあまり猫ちゃんではないので、まあ、猫ちゃんのそのじゃれる時に歯ブラシを使って遊びながらそれを噛んでもらうっていう形で慣れさせていただくといいかもしれないです。で、まあ、どうしてもブラシが難しいっていう場合は、猫ちゃん用のガムっていうのも、歯磨きガムっていうのも出されているところがあります。グリニーズさんとかから猫ちゃん用の歯磨きガムが出されてたりして、ワンちゃんのガムとは全然違ってですね、こういうちっちゃい粒状のガムなんですね、はい、はい、なのでそういったものをうまく使っていただく、あとはそういうこう炎症を抑えるような酵素が入ったジェルとか、そういったものを、まあ、磨くのが難しければ舐めさせていただくっていうだけでも大丈夫です。はい、はい、まあちょっとずつ、はい、猫ちゃんはあの難しいのでちょっとずつ、はい、歯石がもうすっごい茶色いのついてるわっていう時はもう麻酔をかけて歯石除去をして、痛いところは全てなくしてからケアをしていただくというのがいいかなと思います。じゃあまずあのお口の匂いが気になる前がいいですね。はい、そうですね、もう気になるようだったら一度かかりつけさんでチェックを受けていただいて、処置が必要だったりとか痛みを伴っている場合はお家でのケアはちょっと控えていただく、もうしないでいただいていいと思います。で治療をしてからケアをしていただくという。やっぱワンちゃんも猫ちゃんも歯のケアっていうのは健康な生活に密着してる。そうですね、欠かせないです。特にこれはですね、もう猫ちゃんでは証明されているんですけども、猫ちゃんの場合歯が悪くて歯周病が進んでると腎臓にも負担がかかりますよという、相関がありますよっていうのがあの証明されて、まあ、報告されているんですね。なので歯周病があると腎臓に負担をかける、猫ちゃんでもともと腎臓悪くなりやすいのにさらに、まあ、歯が悪いことで腎臓に負担をかけてしまうので、まあ、悪くなる前にケアをする、もしくはあの治療をして、まあ、腎臓にこれ以上負担をかけないようにするっていうのが大事かなと思います。はい、肝に銘じます。先生ありがとうございました。とんでもないです。頑張りましょう。私も猫を飼っておりますので頑張ります。先生ちの猫ちゃんは、はい、口臭くないんですか？ちょっと臭いです。頑張ります。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。
猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。